どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめるようになりますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日ももりもりレッスン始めていきますよ。さあ今回の課題曲こちらです。ドン、月さんの晩餐歌。これはですね、もうまさに新世代でございますが、リクエストも多数頂戴しておりですね、もうかなりこれ話題の曲でございます。で、かっこいいバージョンはですね、かなり深いですけれども、いいんですよ。もうね、夢に出てきそうな曲でございます。ぜひぜひ、このウクレレでですね、この晩餐歌奏でていきましょうということなんですけど、本日は、G ラボのブラックビューティーモデルのウクレレと、シンプル簡単バージョンでこっちの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていこうと思いますが、この初めてウクレレはですね、Amazon で即ゲットできますから、ぜひ Amazon チェックしてみてください。初めてウクレレで検索してみてください。はい、お知らせですけど、はい、こちら、長野県松本市で無料イベント開催です。2月17日。これめちゃくちゃね面白く、無料でもね、もうものすごい内容濃いイベントになってますからね、島村楽天さんで行います。これ面白いことになってるんで、詳細概要欄に貼っとくんでチェックしておいてください。ぜひお越しください。そしたらですね、レッスン始めていこうと思います。2バージョンですよ、いつもの通り。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンなんですけど、この曲歌がですね、もうすごいことになって息する暇ないぐらいに歌詞がビッチビチにこう入ってくるですね、まあ、ラップではないですけれども、言葉がもうすごいこう連なってくる、そんなタイプの曲でございまして、しかもこの言葉にもリズムが乗っかっているということでございまして、聞き込みがかなり必要だと思いますが、楽しいからやってみてください。まずこれでね、全体像を掴んでもらって、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはここにリズムです。このリズムが今日やばいですからね。こんな感じです。やばいでしょ。これしっかり解説していきますからね。2バージョン、後半のかっこいいバージョンもね、結構すごいことになってますからね。最後まで2バージョンご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからどんどん自分の手で音楽生み出せますよ。楽しいからね、始めてみてください。さあ、それでは今日のレッスン課題曲入っていきましょう。月さんの晩餐歌。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりでやってみる。1,2,3
の晩餐かガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。ゆっくりやってもこれ今聞いてもらったらわかるでしょ。味気ない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 んだよね、あいあい会いたくなんだよね、君以外会いたくないんだよね、なんてかって、これはですねもう言葉がね、このつづりがすごいんです。息するところがなかなかないです。サビもですね、何十回の夜も過ごしたって得られぬような愛してるを、息どこで吸うんだろうみたいな感じ、なかなかすごい、これ腹式呼吸でいっぱい空気をとっと吸い込んでからやらないとということなんですけど、この曲すごいですよね。もうまさに新世代。でもね、これ一回掴めるようになるとなかなか気持ちがいいんで、ぜひ何回もね、聞き込んで練習してやってみてください。1個目のゴールステイって、あ、そうだ。その前に、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。本来はですね、これね、歌詞がね、何十回から始まって何百回、何千回、何万回ってだんだん上がっていくんですけど、1000回のところをですね、ちょっとショートカットバージョンさせていただいてるんですけど、フルコーラスでやりたい方、まずはガズレレバージョンで練習しておいてもらってですね、1番の歌詞じゃないコードを、1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えると、フルコーラスでできるようになると思いますんで、ちょっと慣れてきたらチャレンジしてもらいたいと思うんですけど、ガズレレのね、まず今のアレンジバージョンで練習してみると全てのところが、できるかなということで、あと簡単アレンジバージョンとして最後転調つってキーが本当は上がるんですけど、そこもウクレレ練習用で転調なしの簡単版ということになっておりますと、いうことですね。まず1個目のゴール設定としては、今やったガズの簡単バージョンの演奏に合わせて一緒に練習してもらって、合わせてできるようになったらもうこれ1個目のゴール達成だと思うんですけど、ここまででも今日簡単バージョンでもね、かなり歌のハードルが高いと思います。シンプル簡単バージョン、コードは簡単なんでね、入門コード6個で一応できるということなんですけれどもですね、ここら辺はやっぱり深いかなというふうに思います。まずひとまずガズさんの簡単バージョンに合わせれるように練習してもらって、できるようになったよという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 動画を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり大変でしょうから、最初はやっぱり楽譜を見ながらやるのがいいと思います。楽譜を見て何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって夜空に向かって歌う、こんなのが素晴らしいかなというふうに思うんですけど、楽譜ってでもどこにあるんだろうということだと思いますが、安心してください。今の演奏はですね、はい、このガズさんが書いてる手書きのガズノート、はい、この晩餐歌、これを見ながら今演奏していきました。もう歌詞がすごいことになってますから、これ見てください。これもうちょっとしたらこんな風にみんなにも分かるようにね、アップで写してみんなにも書いてみればいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今すごい便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた晩餐歌を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の中から、毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたい、みたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画アップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。晩餐歌、月さんです。これね、バージョンがいろいろあって、これ弾き語りバージョンを参考にしたガズレレオリジナルバージョンでございますが、はい、ちょっと見ていきましょう。まずイントロですけど、この CF、G7、Am ね、この辺がずっと繰り返されるね、ループですね。循環コードというやつなんですけど、ここ見ると矢印が書いてある。これね、かっこいいバージョンで、ここシンコペーションのリズムで、ちょっと特殊な弾き方をしますんで、ちょっとこれ、かっこいいバージョンは覚悟しておいてくださいね。まず今の場合、シンプル簡単バージョンはこれ淡々と弾いていったということになります。
になってますと。一個だけコードが違うところがかっこいいバージョン。ここ、下にくるっと囲ってる、ここだけかっこいいバージョンは A シャープ。こっちの方がかっこいいんですけど、ちょっと難しいコードなんて Dm 何を書かれてますと。ちょっとそんなことをちょっと最初ご確認いただいて、写しとくので皆さん、まず、時間ある方はね、これ一時停止してノートなどに書いて練習していってください。この歌詞の量半端じゃないですからね、今日はね。はい。で、今紹介させてもらったガズクラブに入っていただいて、このガズが書いた手書きノートのデジタルデータをお手元にダウンロードしてもらうのめちゃ今日も有効、今日めちゃくちゃ有効。この歌詞の上にこの点が書いてあるじゃないですか。この V マークとか。これでリズムがわかるようになってます。ちょっとここをやってみると、せーの。君を泣かすから、あ、だから一緒には入れないな。はい。君を泣かすから、あ、ここで拍があるんですね。君を泣かすから、あ、だから一緒には入れないな。うん、君を泣かす。こんな感じ。この点と V で、リズムがわかる。あとは、ここのね、よく見てもらうと、この伸ばすところを書いてあるんですよ。これ歌詞カードにはこういうの載ってないですからね。あと、このブロックに対しての位置関係。これがわかりやすいです。特にもう今日なんて、こことかね、ここら辺とかも、このボタンがこれね、かなり役立つと思います。はい。はい。こんなのがあるんで、ガズクラブに入っていただいて、ぜひね、ガズの手書きのノートをデジタルデータダウンロード、ガズクラブでゲットしていただくのも、ご活用いただければというふうに思いますが、お時間ある方はこうやって写しておくので、一時停止して帰っていってください。まずは A メロ、イントロ A メロ、B メロ。いいですか？はい。そして、ちょっとここご注目なんですけど、ここサビなんですけれどもですね、見て、これ上と下に2段になってますよね。これね、ちょっと今日特殊な感じで、これ、一番上に書いてある段は1番です。で、下に書いてあるのは今日2番じゃなくて3番になってますから。そこが今日の注目ポイントでございます。はい。あ、ちょっとこのまま、解説していきますけど、まずひとまずこの通りに、サビからブリッジパート。本来はここで2番が入るんですけど、ここブリッジパートにいきなり飛んじゃってますんでね。サビとブリッジパート書いてください。まず一時停止で。ですか？とにかく言葉が畳みかけてきて、心とかね、もう息する場所がない。ブレスポイントがないっつうか、まあとにかく言葉が詰まってるんですよ。はい。OK ですか。で、構成としては、A メロやって B メロやってサビやってブリッジパートをやったら、今度ここ行きますね。サビの2って書いてありますね。これサビの2なんですけど、ここが何千回ですね。で、ここはちょっとガズレレオリジナルアレンジで伸ばして、で、ここからまたリズムが始まっていくということなんですけど、で、ここ無音になって、で、次、もう一回サビに戻るんですけど、その時にこの下の段の歌詞を使っていくということですね。3番の要はこれ満回です。はい。わかります？だから1回目は何十回ですね。本来だと今ショートカットしている何百回のところがあるんですけど、そこはショートカットして、ここで何千回に行って、最後もう一回何万回に戻ってくる。こんな感じのイメージです。そして何万回が終わったら最後エンディングで、これですね。Am I not FG7C。これをちょっとこう取り入れて終わったよと。こんな感じがガズレールオリジナルの、アレンジになっておりますと。じゃあちょっと出てくるコードを見ていきましょう。はい。これかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまず隠しとくと、コード6つですね。言っていきます。Cm、F、Dm、G7、E7 のコード6個でございます。皆さん。はい。これはね、入門コードですよ。めちゃくちゃ簡単。コードはめちゃくちゃ簡単。これ嬉しいやつ。はい。今映ってるのはこのガズレール必須コードというグループのメンバーでございます。これね、ガズレール必須コードっていうのはね、これ面白いやつで、ね。これ何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ、10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、いっぺんにねドーンと10個覚えようと思うともうごちゃごちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。はい。それではかっこいいバージョンかこれから入っていこうと思うんですけど、なんつったってこの曲は歌ですね。まずね、ウクレレを弾く前にそのミュージックビデオを YouTube にアップロードされてるのを見て、歌の練習をひたすらしてください。君を泣かすからあったから一緒には入れないな。まず A メロから難しいですよ。君を泣かすから早く忘れてほしいんだ。人間だからね、たまには違うものも食べたいね。このメロディー、たまには違うものも食べたいね。こういうのをしっかりこれ掴んでください。コードは簡単だからいけるかなと思いつつも、このね、言葉がもうこうすごいから、その歌いながらこのリズム、要は言葉のリズムもかなり大事になるということですからね。はい。味気ない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 んだよね。あいあいあい、さっきも言ったけど、ここのとことかもね。まあ、サビもそうだし。とにかく聞き込んで、何かを掴まないと、もうずっとこう弾き当てでちょっと難しいということで、まあ、聞き込みが大事だと。ということでございます。さあ、かっこいいバージョン、ここから入っていきます。A シャープ、1個だけコード出てきます。一瞬ですけどね。A シャープはですね、押さえる場所。1弦の1フレット、2弦の1フレット、3弦の2フレット、4弦の3フレットですね。押さえる方法としては、こうやって押さえるか。
あるいは1フレット全部グッと押さえてちょいちょいと押さえるかということで、これ A シャープちょっとで、ね、初心者さん難しいんですよ。で、A シャープについてめちゃくちゃ詳しく解説してるレッスン動画概要欄に貼っとくんで、A シャープ極めてください。今日はこれいい練習になると思いますよ。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日弾き方。今日このかっこいいバージョンのリズムはね、もうひっくり返るリズムでございます。かなり特殊な弾き方ですけど、はい、今日のリズムはこちらです。ドン、アルペジオと16ビートのアルペジオと16ビートのチャというような感じなんですが、かなり今日はアレンジする要素があると言いますかですね。はい、ひとまずはちょっとこのリズムを紹介させてください。今映ってるこのリズムは概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという URL のところをジャンプしてもらうと、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされていますんで、ぜひそこをご覧になっていただきたいんですけど、まず今日はですね、基本的なリズムっていうのが基本繰り返しであります。これがまた超やばいやつでございます。まず、イントロとか A メロで出てくるこの C、F、G、7、A マイナー、これ見てください。矢印が書いてある。で、今日はこのね、リズムが基本的にはもうリズムパターン繰り返しなんですけど、コードは変わるときありますけど、ちょっとじゃあやっていきますよ。見ててください。ワン、ツー、スリー、フォー。タンドダッパン、トンパントン、タンドダッポン、トンパンポン。やばいでしょ。これ矢印マーク、シンコペーションですけど、ダンダダツ、タン、ダンダン、ダンダダツ、タン、ダンダン。C から F 行って、G7 A マイナーが突っ込むみたいな矢印でシンコペーションという風にカズレレではしてますけれども、これ今の分かった、前半16ビートのアルペジオなんですよ。 C の時にタンドダ、こんな感じですね。で一回止めて F、 こんな感じですね。タントゥンでタンドダ、 F 行った後トンタントン、これはアルペジオっぽいでしょ、普通の、わかる。でまた今度 G7 と A マイナー、これの繰り返し。なんでちょっと右手はね、こうガスペジオの要素もあっていいかもしれない。このアルペジオだとこう、1弦と4弦弾いてドタって感じだけど、ガスペジオみたいに、この3つの弦、1弦と2弦と、1弦と2弦と4弦。タンドダッドン、あ、タンドダッタン。これでもいいから、とにかくこのね、つまびく感じとストップする感じとシンコペーション。タンドダッタン、トンタントン、タンドダッタン、トンタントン。この最後のトンタントンのタイミングがシンコペーションの後なんで早くなっちゃいがち。トントンタントン、タンドダッタン、トンタントン。トントンタントン、タンドダッタン、トントンタン。この今、うんって言ったところすごくこうグンってやんないとリズムがね、どんどん早くなっていっちゃうからね。で、これは結構かっこいいリズムなんですけど、原曲を聴くと、この月さんのね、演奏もね、こんな感じでちょっとね、こうタッチが入ってるんですよね。わかる？ボディをちょっと叩いてるの。はい。こういうのもいいんだけど、ウクレレでやるときにちょっとここ、硬くなるかなって感じがするんで、ちょっとこの辺タッチするのもいいかも。わかる？弦を、このぐらいでいいと思うけどね。これかなり高度なテクニックだと思いますけど。ゆっくり。タンドダッタン、トンタントン、タンドダッタン、トンタン。はい。これが基本になります。で、コードが変わるところも B メロ。味気ない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 んだよね。あいあい会いたくなんだよね。君以外会いたくないんだよね。だって勝ってって。こんな感じですよ。めちゃめちゃ難しいですから。このリズム弾きながらこの歌を歌うのも結構ね、まあやばいです。もう脳みそからもうすごいもんが出てきますから、どん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 。はい。まあとにかくでも最初は歌を練習し、このリズムだけ両方それぞれをやるのがいいと思いますね。まずリズムの練習だけちょっとこの基本的な C、F、G、7、A マイナーでちょっとやってみましょう。ゆっくりめ。ワン、ツー、スリー、フォー。ゆっくりでいいよ。ふんわりできるといいですからね。歌を歌ってみようか、この後。君を泣かすから、だから一緒にはいれないな。君を泣かすから、約束すべてほしいんだ。この後難しい。人間だからね。たまには違うものを食べたいね。
難しいよ今のところ。歌いながらこのリズムキープするのはこんな感じなんですよ。これはだからもうよっぽどです、よっぽどですけど、こういうのを時間かけてじり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 自分に染み込ませていって、このグルーヴで、しかもこれガチャガチャなんなら柔らかくやりたいでしょ。ちょっとなんかね、数パーセントリズム跳ねてるのがいいんですよ。ドンチッカタクドンチッタチッタンチッタタンチッカタカタ、そんなにキレッキレの跳ねじゃないですけど、なんとなくふんわりシャッフルの要素がある方がちょっと柔らかい感じがするかもしれない。あと低い位置もですね、ここで弾くとテンション硬くて、ブリッジの方で弾くとやりやすいかもしれないけど、音が硬くなるからね。なんかこの弾く位置もちょっと探してみて、聞いてて。ね、ここと、音違うでしょ？弾く位置で全然音変わりますからね。それもちょっとね、皆さん、弾きやすさと、この音のいいところ、これを探してみるのもいいと思います。基本的にはこのリズム。はい。あとちょっとパターンが変わるところを言っとくと、B メロの一番最後のところの、だいたい曖昧なんだよねのところからいきます。せーの。だいたい曖昧なんだよね。愛の存在証。ここです。ここは普通のアルペジオ。君が教えてくれ。シンコペーション連続。君が教えてくれないか。E7 で伸ばす。はい。ここは簡単でしょ？アルペジオ で何十回の夜をも同じです。さっきの何十回の夜を少したって得られぬような、ここが難しいし、いい気するとこがないから、これは皆さん悶絶してください。で、その後ブリッジパート、離れないでそばにいての後の一番最後のとこ、涙のスパイスいきますね。涙のスパイスは君の胸に、ここで A シャープで普通のアルペジオです。残ってしまうだろうけどで、ここを G7 で伸ばすということでございます。はい、はー、来ましたね。で、その後、オリジナルアレンジで何千回の夜の1000回のところは前半伸ばして後半は同じ、このアルペジオ、16ビートアルペジオと普通のアルペジオが混ざったリズムをやって、最後の何万回のところは本当ここ転調してガッと盛り上がっていくところなんですけど、ここはですね、ガズレレオリジナルアレンジとして16ビートのチャでふんわり弾こうと思います。そうするとこうなります。何万回の夜を過ごしたって忘れぬよ、どんどたかポン、どんどたかたかどんどたか、シンコペーションのチャ、シンコペーションでやる16ビートのチャで雄大なスケールでっかい感じですね。どんどたかポン、どんどたかたかどんどたかポン、ダウンでシンコペーション、ダンダたかダウンで F でしょ、 G7 でダーン、こんな感じでいこうと思います。で、最後の何万回終わって最高のフルコースをちょうだいやった後は、またエンディングも例のダンドダッパン、サビと同じコード進行ですけど、こんな感じで弾いていこうと思います。なんで今日は何つったってかんつったって、まあ基本のこのリズムなんですよ。ドンパンポン、タンドダッパン、ドンパンポン。コード進行変わっても、この基本のね、リズム、このつまびく感じの、これがもうこの曲を一番大事で印象的で、ちなみにこの月さんの晩餐歌の弾き語りバージョンっていうやつはずーっとこのリズムですから。ちょっと今回のガズレレアレンジバージョンは最後16ビートルチャイになったり伸ばしたりしてますけど、このね、この要素がすごい大事になりますんで、ちょっと今日はもうね、もう本当にこの、さっき出してたこれをひたすら練習するのがいいと思いますね。あとこれ、ただでさえこれ弾くの難しいのに、歌がね、例のその、すごいやつですから。まあ、なかなかもうね、脳内 CPU がもう大変なことになると思いますけど、それがまた面白いところ。まあ、焦る必要はない。時間はたくさんあると思います。じっくり時間かけて取り組んでいきましょう。あと、ミュージックビデオの世界観とかね、もう映像とか映ってますからね。やっぱりね、ああいう世界観に浸りながら、もう歌う。この歌詞も読み解いて歌い、感情たっぷりで歌っていく。最初はそれどころじゃないと思いますけどですね。音楽、最終的にはそんなようなね、全体をこう、包むような、感覚で演奏するのが、ふんわり感でいくのがいいと思います。さあ、早速やっていきましょう。月さんの晩餐歌ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4。
教えてくれないか。何十回の夜を過ごしたって得られるような、愛してるを並べてみて。何十回の夜を過ごしたって得られぬような、最高なフルコーンをちょうだい。離れないってそばにいてくれたのは結局君一人だったよね。涙のスパイスは君の胸に残ってしまうだろうけど、何千回の夜を過ごしたって得られぬよ。愛してるを並べるから、何千回の夜を過ごしたって得られぬよ。最高なフルコース Whoa, oh, oh. 何万回の夜を過ごしたって忘れぬよ。愛してるを並べるから、何万回の夜を過ごしたって忘れぬよ。最高なフルコースをちょうだい。の晩餐かガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これめちゃくちゃ深いよ。もうこのリズムをただただキープしてずっとこう優しくふんわり弾いて弾き続ける。ぜひ脳トレご体感ください。お知らせです。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分が、これそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売していますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思います。ぜひともよろしくお願いします。それとガズレレではね、アプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう一個やってるんですよ。これガズピアノ、これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そうだから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなんで可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともはね、いろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよって勧めして教えてあげてください。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。